予想以上や。あちゃあちゃ、もうめちゃくちゃ暑い坂参り。これすごいわ。予想に反してめちゃくちゃあるおにぎり。サバもあるやん。え、ちょっと待って。ちょっと待って、予想外やったな。塩もあるし、鶏そぼろもある。このおにぎりスタイルをちょっと舐めてましたね。カニカマとサバおにぎりにしました。子供たちもみんなそれぞれ好き。とんかつと塩。塩好きやな。サバ、てかこのご飯もちょっとあんまり少なめで具いっぱいないな。嬉しい。はい、チェックアウトします。ありがとうございました。行こう。はい、ということでこの旅、4日目の本日はですね、本当の予定では新潟市水族館マリンピア日本海という水族館に朝から遊びに行く予定でした。で、ただこの旅でも、まあ、途中キャンプをしたりだとかサッカー観戦したりとかで、まあ、夜も遅くなったりだとか、なんだかんだなんじゃかんじゃで子供たち嫁大事に少しね疲労の色も見えてきていたので、今日の朝はですね水族館に行くっていうのは予定をやめて、東横インさんでチェックアウトギリギリまでゆっくり休憩して休んだ後、この後ですね福島県の私の田舎ですね、うちの父親の実家にあたる場所ですね、帰省していきたいかなと思います。もうとにかくね安全第一、体調第一という旅にしたいと思っているので、無理はしないようにのんびりゆっくり安全運転で向かっていきたいと思います。はい、嫁さんが休憩したいとかいうあんまちょろいこと言ったんで、阿賀野川に来ました。ちょっと待って、めっちゃ怖いぞ。クマが出てやって、この近くにまた笹団子買いました。なんか長男が笹団子ハマって、この度3つ目笹団子です。しかも今回なんか桜味、見たことのない缶コーヒー、こっちだけなんかな。なんとこの笹団子は桜餅笹団子、中白あんらしい。ここまで食べてきた笹団子は全部あんや、よもぎとあんだったんですが、いただきます。うわー、白あん、うまっ。うん、おいしい。笹団子うまい。はい、バンダイさんサービスエリア来たけど、バンダイさんが見れない、雲がかかってる。僕冬はスノーボードやってるんですけど、あのバンダイさんにあるアルツバンダイっていうスキー場がめちゃくちゃ好きです。赤べこすごい。長男の昼飯は赤べこ味噌汁と馬肉の会津桜丼、馬肉です。僕は山菜スキー味噌ばにしました。ラーメン食べすぎてね、
ここでまたラーメン行ったらお腹いかれてまいります。はい、やっぱこれっすね。福島来たらこれ、僕はこっちが好きで、これ去年のあの福島旅のやつ見たら、皆さん見てください、これめっちゃ硬いんで、これむっちゃ硬い。バンダイさん若干見えてる、いい感じ。バンダイさんかっこいいよね。なあバンダイさんが、はい、ということで酪農ハイカフェオレ福島旅1本目いただきます。はい、三春の里来ました。ここ僕ら大好きなんです。三春の里に来た一番の理由はこれですね。この三春ごまっていう日本酒、これをですね妹たちのお父さんにプレゼントお土産するためにこれをここまで買いに来ました。ここでしか買えない福島の地酒です。おすすめ。さあ15時50分箱入り来ました。暑い暑い、もうめちゃくちゃ暑いです。墓参り、墓参りめっちゃ暑い。行こう、もう行こう。さあ、うまい棒やん。うまい棒。イエーイ。イエーイ。これうまい棒。一人一個ずつ。これ一個ずつ。ゲー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちっちゃく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 練習やから、練習練習やからな、練習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 こんな感じです。あのナスを克服できましたでしょうか。かぼちゃとさかぼ挟んで挟んで肉で挟まんでいい、さつまいもでいける、いける。ではあのナスをナスを克服できるでしょうか。お願いします。さあどうか。熱い。そうまたや、これ同じやね。熱いっていうコメントも毎年やね。いけた？じゃあナスしかないね。やばいやばい、ナスしかない。あの夏ぶりのナス、あの夏ぶりの、いけた？いけた？ほら言ったやん、俺言ったやん。だからそうそう、だからかぼちゃで挟め、じゃあさつまいもか、挟むね、絶対挟むね。熱いやろ、熱さでさ味わからへんやろ。そうそうそう、いうことやねん。そう、好き嫌いを克服するために熱さな。あった、熱どうどうどう、あいい感じ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 。どこがだから端っこ、カーボーイカーボーイ、イエーイ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 、来た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 、イエーイ。持てるもの持って早いな。ギリ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 、うわー、いやこれマジでよう、よう間に合ったで、むっちゃうまい、うまいうまい。これもまた糸おかし、これすごいわ、すごい。ちょっとあ、いいんじゃない、びっくりしたよ。縁側で飲みましょうの飴じゃないよ。これこれこれはこれはな、バケツひっくり返してん。ほらまた出てきた。本当本当ほんまにいける。いただきます。これも本当聞いて、しーちゃんちょっと一瞬ちゃう、さっきのどう言って、どう言って。
いける？いける、いける。またやばい、もう手さばきやばいもんな。見て、この表情。お土産交換会です。昆布のね、ふりかけみたいなやつで、サラダとかにかけてもいいし、なんか何でもいいみたいなのか。ありがとう、こんなんですか。あの、みやびです。だいぶみやび、だいぶ、だいぶ。行くけど、明日行くけど、1個あげに行くけど、一応。じゃ先に、先に、そうそう、先に。何時頃来る？どうす、いや俺の二日酔い次第。俺のやつ。ちょっと聞いてって、二人聞いてって。明日氷町に行きました。はい。氷町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 。なるほど。氷でキンキン。あのゲームに夢中やわ。今。飲んでや、今お酒飲む時間やな。やるしかないのな。守備がもう。お前見てへんやん。見てへんねん。来年だな、来年。そうや。来年届くように。ああだ。硬い桃。今回はこれを。最強の桃が。そんなに硬い桃が。はい。製作所、ここでアイス食います。入り口？うん、いいよ、入っていいよ。これが噂のキャラメルソフトクリーム食べます。これがリットル飲み切りました。半端ない。さあやろう、やろうやろう。10年あれ？これでそうめん食うってこと？そうそうそう。そうそう。ごまみたいな。まあ、エゴマ。10年長生きできるってこと？エゴマとはちょっと違うんだけど、まあほぼ同じように。ミーナミ。そうそうそう。全然あかん。盛り上がってへん。受ける。流し。そうめん。流し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 、はい、流しそうめん。流し、流しそうめん、流しそうめん。言わされてるやろ、言わされてる感じ。じゃあこっちでやって、こっち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 。方がいいかもな。行ったよ。誰も気づかへん。おい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 、馬刺しじゃないっすか。
あ、じゃあ下向けだからね。明る明るおぉくるくる回すね。チャリーもっとくるくって言いながらくる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 そうそうそう、ほらほらほら、うまくできた。くるくるいいね。むちゃくちゃ涼しい、むちゃくちゃ涼しいです。全然大丈夫。おばちゃんありがとう。これ何？かぼちゃ？うん、はい、ちょっと開けて、みんなみんなで開けてって。これ何だ？これおかき、おかき、片岡。みんなでお土産開きやってます。へいへいへい、楽しかったです。ありがとうございました。また来年来れたら。ありがとうございました。気をつけてね。さようならは言いません。また会えるから。はい、三の矢の本店です。僕たちは福島に来たら必ずこれをお土産で買ってます。ゆべしっていうのがめちゃくちゃうまいんですよ。だから福島に来たら三の矢ゆべし絶対おすすめ。 100% おすすめ。最高です。みんな寂しいよ。寂しいよ。久しぶり。お久しぶり。元気してた？してた。あ、そっか、よかった。あれねねね、久しぶり。はい、新潟県阿賀野川サービスエリアまで来ました。赤べこのガチャガチャを探しに行きます。あの七福神です。ちょっとね、ラス1でした。ないよ。ラス1でしたね。あるか聞いてみる。うん、一回回してみはよ。あれ出てこへん。挟まってるわ。え？Thank you.
ービスエリアです。はい、ということでカレー食べます。はい、アリソウミ行きも帰りも寄ってますね。トイレ行きます。結構疲れてます。渋滞で見てみ、この夕日が見れて、見てみな。はい、雨御前まで来ました。雨御前です。ここでトイレしてまた運転交代します。ここでおしっこして高速を降ります。はい、ということで最後の飯はおろしそば。もう全然腹減ってないんですけど食べます。でということでお腹減ってへんって言ったんけどペロリ食べました。あの関西の出汁がうまい。全然違った。やっぱすごい。やっぱね、うどんそばは関西ですわ。これは間違いない。フグ味、フグビーバー買います。フグやね。必要な荷物だけ、食べ物と洗濯物だけ押します。はい、これも無事にねここに来ました。これはい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございます。夏休み動画かなり長編になったかと思います。ここまで見てくれはった方のためにですね、特別に大文字がつく瞬間の動画をお届けしながら動画を締めたいと思います。ということで今回の夏休みは北陸を走ってですね、新潟で遊んで福島の田舎に帰って、じいちゃんばあちゃんの墓参り、そしておじさんの墓参りをやってきました。本当は金沢でもバンドマンの友達とコロナぶりに会う予定やったんですけども、ちょっと仕事の関係でキャンセルになっちゃったので、またリスケしてね改めて金沢遊びに行きたいと思います。新潟ですね、いつもあの福島帰省の時にビッグスワン遠目には見ていたんですけれども、ようやく今回行くことができました。新潟の感想なんですけど、まあ、初めて新潟の土地を通り過ぎるだけじゃなくてキャンプしたりアルビレックスの試合見に行ったんですけれども、とにかく新潟の人めちゃくちゃみんな優しい。ほんまにめっちゃ親切で、アルビレックスのサポーターの方々めちゃくちゃ優しい。もうそれに一番びっくりしましたね。なんか J リーグってなんか煽り合いであったりだとか、エンタメやけどちょっとそれ飛び越えてね、相手サポーターを非難したりとか批判したりとかっていうのがよくあるんですけど、アルビレックスのサポーターマジで一切それないですね。僕があの上げた他のサッカー動画でもアルビレックスのサポーターからほんまに温かいコメントたくさんいただいていて、めちゃくちゃ温かいサポーターやなと思いました。またね、ぜひビッグスワン遊びに行きたいんで J1 残留頑張ります。で、久しぶりに、福島帰省しました。ほんまやったら親父も一緒に帰れたらよかったんですけれども、まあ、親父今闘病中なんで、あのその病気をしっかり治してね、体力回復してまた来年、一緒に行けたらいいかなと思ってます。でも親父の兄弟、親父6人兄弟なんですけれども、それ以外の5人、おじおば全員と会えました。なんかそれは僕の中ですごく良かったなと思っていて、あの普段会えない東京にいるおばにも福島で会うと、マジでそれ20年ぶりぐらいなんで、あのすごく嬉しかったです。去年亡くなったおじさんの墓参りもしっかりできてね、あの良かったですと。で、何より子供たちが、どこの子供はとこ同士で仲良く楽しく遊んでる姿を見てね、これから先に子供中学生とか高校生になってくると、どうしても一緒に帰省したりするのが難しくなってくるので、今のうちにねいっぱいいろんな経験、自分の思い出のためにもやっていこうかなと思います。って感じで、こんな感じで普段の週末ルーティンに加えてね、長期休みの日はめちゃくちゃ動画編集大変なんですけれども、こうやって皆さんと楽しみ方をシェアしています。ぜひぜひね、チャンネル登録高評価をしていただいて、これからも一緒に楽しんでいきましょう。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。ここが天国です。ここが天国です。